道館は中国潜水省の東端にあった関所。現在の行政区画では潜水省遺南指導関係の北部に位置する。黄河の屈曲点に位置し、古来中原から漢中に入る交通の要所を、軍事の要地として知られる。道館落葉町湾関連地図南流していた黄河が火山に突き当たり、西から流れる伊水と合流して東へと向かう、屈曲点の南岸に位置する。 地形は元祖であり、中原と関中とを結ぶ要衝であった。道館という名称は、宗隆氏の時代から文献に見られる。北儀の歴道源が表した水系中によれば、南流してきた黄岩が山に道劇するところから道館の名があるという。水系中や源田郡堅子には、山から道心にかけての地域をおしなべて、観古関と呼ぶ、と記されている。 道館という名称が現れる宗高市以前、黄河の屈曲点付近は、東林祭、観光関といった名称で記録に現れている。この他道館については、小関、雲道館といった名称も用いられた。この地域の関祭は、時代や政治状況によって、数度にわたって移転したり、複数の関祭を併用していたりしている。歴史地理学、考古学者の塩沢博人は、 東林祭、観光関、道館が一つのものとして理解され、現在の道館圏から河南省三門橋司令法士までの広範な地域が観光関,関と称されてきたことに注意を促し、道館を第四の観光関としている。春秋時代の進むはこの付近に東林祭を築いた。東にあった観光関と共に関中の守りとなっていたとされる。なおこの東について、 精神の森あずは、春秋差し伝に付した中で、東林祭を道官と同一とする認識を示している。館内に、観光石が落葉付近に移されたため、五漢末期に新たに石書が設けられ、道官と呼ばれた。県安十六年には、曹操軍と馬長、関水ら関中軍閥の間で、道官の戦いが行われた。三国志にある、この戦いの記述が、 道館の名を記す書室である。当の天保十五はじめ、安氏の乱書期の戦いの一つが行われた。過助官率いる唐軍は道館を失い、当の朝廷は長安から職に逃れることになる。二十世紀まで高架下藩にあった道館の町は、対岸の風量は私と共に商業地として栄え、鉄道路線の廊海線も通っていた。九百五十年代、 高河下流に三門橋ダムが建設されると、道館の町は南方に移転し、鉄道も付け替えられた。一般に、三門橋ダム建設時に放棄された、民進大の道館県の県庁。北緯34度36分24秒統計110度17分33秒。北緯34.60667度統計1 1 0 2 9 2 5零度。 34.6066710.29250が同感と認識されている。北面を除いた3面の残存状況は比較的良いという。旗東鎮南方の大地上には複数の遺跡があり、古代からの積載や古道を考える上では重要である。諸教部政変によれば、州の武王は院の中央を訃伐した後、 軍用の牛馬を放って二度と用いないことを天下に示した。この内牛を放った場所が通りである。土歩の三里三別史の一つとして道管理が数えられている。異民族に備えて道管を剣道化する工事を描くとともに歌、助官の配軍について触れられている。ありがとうございます。